はい、本日はですね、視聴者8000名に聞いたダサいおじさんダウンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。以前ですね、 YouTube の方のコミュニティの方でダウンジャケット着るときに、なんかおじさん臭いダウンジャケットってどんなダウンジャケットですかって質問させてもらったんですね。ほんなん来るわ来るわってことで、これ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 っていっぱい来てたんですけども、その中でも今回はトップ5をね、激戦して絞っていって、こういうのに該当してくると結構おじさんっていう人が多かったですよというところでご紹介していきたいなと思いますので、そんなファッションなんかね、別に自分も好きに来たらいいやんっていう方はね、別に全然気にすることないと思うんですけど、おじさん、ちょっと俺もおじさん臭くなってきたら気になるなっていう方はね、ここから見ていただければなと思いますので、本日の流れとしてはですね、おじさん臭い特徴5選というのをですね、淡々とご紹介していきます。でこれはですね、僕もおじさんやから分かるんですけども、ギクってなることもあれば、ああそういうこともあんねんなっていうこともあったりとかしますので、まああくまで参考程度にね、聞いていただければいいかなと思います。ちなみに僕の視聴者さんはですね、20代から40代の方が一番多いんですけども、まあ20代言うたって、まあ、若いんですけど、ちょっとおじさん臭い人って中にはいてはるじゃないですか。で逆に40代でも、えこんな若く見えんのっていう人もいてはるからね、まあそれはおじさんかどうかっていうのはね、他人が決めることやからね、自分自身でおじさんでかなと思ってたり、おじさんじゃないと思っててもね、他人がどう見てるかっていうのはものすごい大事になってくるかなと思いますので、まあ、ファッションは自己前とかって言うんですけど、結局旗は見てるよと、あおじさんやなとか、おじさんじゃないなとかぐらいは見てるからね、そんなようか見てないですけど、あおじさんや、おじさんじゃないわぐらいしか見てないんですけどね、まあそんなところでトップ5をご紹介していこうかなと思います。ではですね、まず一つ目っていうのがですね、テカテカのダウンジャケット。確かにこれ最近見ないですよね。テカテカのダウンジャケット、どんなダウンジャケットって これ僕が今着てるようなね、感じのダウンジャケットって、まあ、ここ最近の流行りっていうかな、ここ5年ぐらいはね、こういう感じのアウトドアテイストな感じで、こうシャカシャカしちゃテイストっていうんかな、こうなんかマットな感じのね、質感っていうのが多いじゃないですか。でも10年ぐらい前って結構一流ブランドの、それこそなんかお高い感じのね、20万ぐらいするダウンジャケットのやつって結構テカテカのやつありませんでした。なんとかクレールとか言うたりとかね、あとなんかこうまあ何しか テカテカの多かったじゃないですか。なんとかっていうか、デュペなんとかっていうやつがあったじゃないですか。そんなんとかはね、確かに最近あんまり見ないですよね。別にテカテカやからダサいとかっていうことはないんやけども、どうしてもこう10年前を彷彿させるから、どうしてもおじさんっぽく見えるとやとは思うんですけども、まあ今でもね、全然普通に売られてたりはしますので、まあそれ自体がダサいっていうよりかは、まあ10年ぐらい前に流行ったから、どうしてもそれが昔っぽさを感じるんかなっていうところでね、結構多かった意見やなと思います。まあ僕自身もちょっと思います。こう今ね、洋服買いに行ったりしてね、あんまりテカテカのってね、どこ見てもあんま置いてなかったりするんで、まあそういうところでね、一つ多かったんかなと思います。でその次の意見として多かったのがですね、まあ、これはランキング順ではないんですけども、グレーのダウンジャケット、やっぱ灰色系のダウンジャケットってね、あんまり若い人着いんでしょ。だけど年取れば取るほど、なんか知らんけど渋めの色を選ぶんよと。だいたいその辺歩いてるおじいさん見てください。黄土色の色とかね、ちょっと灰色っぽい色とかね、とにかくくすみまくってる色ばっかり着てるんですけど、なんか年齢とともにそういう色って手出るんでしょうね。まあ僕もそうなんですよ。昔は結構若い時って結構派手めの色ガン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 撮ったけど、今見てください。確かになんかこう渋めの色を選んでるなと。でも僕の場合はね、こんなちょっと非日常的な髪色してますので、ちょっとまあ若作りしてるんかなとかって思われるかもしれないけど、これ黒髪やったら結構地味かもしれないですよね。だからあんま灰色っていうのはね、グレー系のダウンジャケットってあんまり着ない方多いですよね。インナーとかはね、全然インナーグレーのロンティーとかグレーの T シャツとかパーカーとかスウェットとかはね、あるとは思うんですけど、アウターでグレーって確かにあんま見えんからね、ここどうしてもね、年いってる人の感じになっちゃうのかなとは思うんですが、まあそういう意見も多かったと。で次の意見がね、こちらになってますということなんですが、カモフラ柄、これワシやないかい、これワシを着てるんですけど、ムーシジャケットの時にカモフラよく着てるんですけどね、カモフラちょっとおじさん臭いかなと思ってね、今回見させてもらいました。確かにでも言われたら、若い子で20代のピチピチの子でね、カモフラ着てる子って確かに少ないかもしれないですね。僕は全然何とも意識しなかったんですけど、言われて初めて、あ確かにそうかもと思ったんですが、迷彩ですよね。迷彩はね、結構年いってるように見えると、おじさんっぽく見えるっていう意見があってね、まあ、こういうのを真摯に受け止めていかんと、いえ、そのカモフラって全然おじさんっぽくないからって、こう突き放すとね、ほんまにどんどん年老いていきますので、あそういう意見も参考にさせていただこうかなと思っておりますので、カモフラ柄がちょっとおじさんに見えるようなんていうお声をいただきました。そして次の意見がですね、これはものすごい言葉を選ばずに
書いてはりますね。刺さる人にはちょっと刺さっちゃうかもしれないのでね、心臓の弱い方は見ない方がいいかもしれないんですけども、どんな意見が多かったかというと、太った人が着てるダウンジャケットっていう、これはもう思いっきり言うやないかと、何の言葉をオブラートにも包まんと、太った人が着てるダウンジャケットがおじさん臭いって言っちゃってるんですけど、それはおじさんにもなったらね、太ってくるんですよ。代謝が落ちてくるけどね、バク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 食って飲んでるからね、運動は全然せえへんねんやけども、摂取カロリーだけ20代の頃からねあんま変わらずなんですって言ったらね、そりゃ太っていきますよね。僕もね結構最近太ってきてね、嫁からもねなんかキューピーちゃんみたいな体になってきたなって言われてるんですけども、やっぱりヤバいなと思うラインって身長引く100センチとかね、身長引く110センチぐらいになってくるとね、ちょっとヤバいなって思ってきてね、若い頃って皆さん全然太らんかったじゃないですか。それこそ身長引く120とかになってたじゃないですか。だから180センチぐらいある人やったらほんま120引いて60キロぐらいやったりとかして、もうガリガリやったりしたと思うんですけど、なんか気づいたらね100センチぐらいになってきてね、180センチやったら、ね、80キロぐらいになってきたりするんですけど、そうなってきたらね、プニプニはしてきますよね。でどうしても顔周りもプニプニしてくるから余計おじさん臭くなってくるというか、首周りもプニプニしてくるしね、まあ仕方ないかなと思うんですけども、まあ、こういうね、正直な意見もいただいておりましたのでご紹介はしてみました。まあ、ただ身長引く100とか110って言っても筋肉ある人はちょっと話変わってくると思うんですよ。筋肉質な人って別に身長引く100超えてても全然かっこいい人とか見てるんでね、まあ筋肉質の人って話変わってくると脂肪がねまとわりついてくると確かおじさん臭くなってくるなということで、こんな意見がありました。で最後にご紹介する前にいろんな意見があったんでね、他の意見もちょっとご紹介したいなと思うんですけども、よれたジーパンに合わせたダウンジャケットということで、これも最近見ないですよね。よれよれのジーパンにダウンジャケット合わせるって確かに90年代とかはあったかもしれんけど、今は最近見ひんなっていうのもそうやし、あと昔のスキーウェア的なダウンジャケットということで最近復刻もしてるでしょ。昔の色味、レトロな感じの色味が最近まだ復刻してるっていうことも結構ノーセンスとかもあったりするんですけど、それをねおじさんが着ちゃうとおじさん丸々おじさんやないかいと、これ復刻とかじゃなくて何十年も買ってないんかなと思わされるぐらいね昔やでっていうことなんで、あんまりおじさんはね復刻買わん方がいいんかもしれません。だから僕もねこれからちょっと復刻とかあったらね、どうしてもこう手が伸びそうになるけど、おじさん買ったらガチのおじさんになるから、これは若い子に任せたっていうふうにね、自分の年齢とともにね買うものも変えていかなあかんのかなと思ったりするんですけど、こんな意見があったと。でそれ以外にあったらですね、サイズがデカめのミステルダウンジャケットっていうのがあったりするんですけど、オーバーサイズとかって巷では言ったりするけども、やっぱりオーバーすぎるのはこの僕らおじさん世代にとってちょっとダメですよね。ワンサイズぐらいでいいけど、ツーサイズもスリーサイズもなったらもうただのおじさんになってくるんですよね。でもねそっちに行きたい気持ちもね僕はめちゃくちゃわかる。っていうのも楽ちんやから、ジャストやったらちょっとしんどくなってくるんですよ。ほな1個上上げようかな、2個上上げたらもっと楽になってくるやんってことで、ね、どんどんサイズ上げていってね、ブカブカになってくるんですけど、よりそれがおじさんに近づいてるんやよということでね、お声をいただきました。じゃあ最後の最後に多かったダウンジャケットおじさんのナンバーワンっていうのがですね、ストレートに着てますよ、ズドンということで、おじさんが着てるダウンジャケットそのままやないかいということで、おじさんっぽいダウンジャケットなんですか、おじさんが着てるダウンジャケット、それはもう何のひねりもないよ、ドストレートなんやけどもね、痛いとこ疲れましたよね。だから結局はなんかダウンジャケットのアイテムそのうんぬんとか、こういうダウンジャケットでかいとかテカテカとか、もちろんそんなんあるんやけども、それ以上に着てる人がどういう人かっていうのがものすごく大事っていうのがね、今回分かったかなというふうに思います。だからアイテム単体で見たらね、復刻でかっこええやんとかね、ちょっとこういう渋めの色やんとかって思ったりするけども、その着てる人がじゃあどうなんかっていうところをね、あんま考えへんじゃないですか。アイテム単体では見るけど、じゃあそれを俺がこう着た時にどうなんの、ジジイ臭いなとか、俺が着た時どうなんのっていうのってあんま考えへんけど、このもの自体がかっこよかったらね、よしじゃあ顔ピーって思っちゃうし、会社の同僚とかがねパッて着てたりしてね、おそれお前かっこいいやん、俺も買うわって買ってまうんやけども、俺が着た時どうなんのってあんま考えへんから、ね、こういうの考えていかなあかんねんなというところをね、参考にさせていただきました。僕自身もね、年とともにね、やっぱり肌質が変わってきてね、若干似合う色も変わってきたんですよ。だからそれに合わせてね、ちょっとずつ色味も変えていってます。特に僕はね、オータムっていうね、秋色のカラーがね、似合うっていう肌色に、肌質なんですよ。だから特にそういう色目をね、多めに買ってたりしますし、年だからってね、派手な色あかんっていうわけじゃなくてね、派手な色でもね、似合う派手な色と似合わない派手な色ってやっぱあったりするじゃないですか。やっぱそういうのをね、見ていかなあかんねんなというふうにね、まざまざと感じさせられました。なのでね、今回で学んだことといえば、体型はしっかり気をつけましょう。そして自分に似合う色を着ましょう。この2つがね、おじさんになるか、もうそれともおじさんにならないか、この境目になってるかなと思いますので、おじさんの僕たちも頑張っていこうじゃないかというところで終わりたいなと思います。本日はですね、おじさんに見えるダウンジャケット5選をご紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。